こんにちは、立花事務局代表立花俊介です。本日もこの YouTube 動画を使って復縁の方法をお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、いつもはね、私が、会社からホワイトボードを使って姿、顔形、ね、顔形ん姿かを表して、ホワイトボードを使ってセミナー風に皆さんに、講義風に、復縁の方法をご紹介しておりますが、今回は音声だけでよろしくお願いいたします。そして今日お届けする復縁のノウハウは、復縁したい相手を逆に追わせて相手から好きにさせるための復縁の心理学をお話ししていきたいと思います。では前置きが長くなりましたが、復縁したい相手を逆に追わせて相手から好きにさせるための復縁の心理学ですね、心理学をご紹介していきたいと思います。ちょっとね、本日は長めですが、心理学のお話なので、よく聞いておいてください。よろしくお願いします。まず、動画でね、何度も言っていますが、復縁をするためには相手より強い立場、逆転の法則を使って強い立場にならなくてはいけません。人間の本能として自分より弱い立場の人間には興味を強く示さないという本能があります。つまりですね、自分より弱い立場の人間には興味をあまり示さないということですね。ですから相手を好きにさせる、相手から追わせるためにはあなたが強い立場にならなくてはいけません。そのための基本として大切なことは4つです。まず相手に対する態度、2番目は行為のコントロール、それから尊重しすぎない恋愛、それから告白の目的、基本はこの4つです。ではこれよりいろいろとお話をしていきます。そしてね、内容が長いので2回に分けてお届けしていきたいと思います。今日は、第1章と第2章をお話ししていきます。まず第1章、相手に対する態度です。ざっくり言うと、余裕がある、異性として意識される、それから男女の上下関係を作れている、強い立場を作れているということです。まず第1条件に余裕があることが重要です。余裕があるということは、好きになってもらおうと必死になっていないということです。逆に余裕がない場合は、好きになってもらおうと必死になってしまい、相手にその部分が透けて見えてしまい、相手の強い立場が崩れていきません。何度も言いますが、好きになってもらおうとはしないことです。好きになってもらおうとする必死さは、はっきり言って相手の気持ちを遠ざけるだけです。相手に初めから好かれている状態であれば苦労はありません。重要なのは、まだあなたを好きになっていない、つまり一度別れているので、今現状では好きになっていない、つまりまだあなたを意識していない相手をどう好きにさせるかが重要なんです。好きにさせるのに好きにさせようとしないというところが若干ややこしいとは思いますが、あくまで余裕のある態度が重要なので、必死さを出さないようにします。ではなぜ必死さが NG なのか。答えは簡単です。相手は好きになれる異性を求めているからです。そんなことは当たり前だろうと思うかもしれません。ですが、実はここを深く理解できている方は少ないのです。心理学でも言われていますが、男女問わず人間は本能的に追うことに執着するため、追う恋愛の始まりに強く興味を示すと言われています。つまりですね、人間は追われるよりも追うことに執着をする性質にあります。ですから、皆さん無意識のうちに追う恋愛に熱くなり、追う恋愛の方が始まりやすいということです。
このことからも言われているように、つまり好きになってもらうではなく好きにさせるなんです。もう一度言います。好きになってもらうではなく好きにさせるなんです。逆に言うと、相手からすると相手が追いかけられないイコール好きになれないという構図があるということになります。例えば世の中のカップルの 78% のカップルが男性女性それぞれの気持ちが同じぐらい好きという状況はないと言われています。必ずどちらかの気持ちが大きく、どちらかの気持ちが小さいというシーソー状態にあるということです。もちろん復縁のためには相手の気持ちが大きい恋愛を目指します。そして相手の気持ちの方が大きい恋愛を体験すると、いかに恋愛が楽しいものか分かります。ぜひ実現してください。つまりですね、気持ちが透けて見えないように、別にお前じゃなくてもね、あなたじゃなくても俺、私は全然構わないんだけどとね、これを実際に言わなくても、これくらいの気持ちで、これくらいの姿勢で相手に接することが大切なんです。そしてね、第2章、行為のコントロールです。もちろん復縁したいあなたは相手に行為を伝えたいと思います。その行為を伝えるということを、細かく言うと、褒めすぎない、行為だけを微妙に伝える、そしてじらすです。例えばあなたが復縁した相手とある程度話ができるとか、ある程度仲良くなったとして、ですが余裕のある態度をあなたは見せなくてはいけません。ですからそう簡単に相手を上げるような言葉を発してはいけません。あまりに相手を上げすぎると、相手の本能心理では瞬間的にその人間をしたとみなします。例えばメールのやり取りからも言えることですが、相手からのメールの返信がない場合にもう一度メールを送ってしまう方、例えばですね、メールが来ないけど忙しいのかなとか、このようなコメントを送ってしまう方、これは最悪な行動です。そのメールが来た瞬間に相手はあなたを下の立場と認識します。それどころかうざがられて二度と連絡が取れなくなる可能性もあるのです。むしろその逆が必要なんです。仮にこちらからアプローチを仕掛けていったとしても、相手が慣れてきたらメールの返信はすぐにしないことです。そうすると相手はある程度あなたとやり取りをしているので、急にメールの返信が来なくなると、どうしたのかな、メール来ないけど気になるなと相手に少しでも思わせるためのことなんです。仮にこちらからアプローチを仕掛けていったとしても、相手とのコミュニケーションがある程度できて慣れてきた時に返信はすぐにしないことが重要なんです。この目的というのは、どうしたのかなとか、メールが来ないけどと少しでも相手に思わせることが目的なんです。ところが自分に余裕がない方ほどこれができません。勇気を出して実際に実践してみてください。要するに相手に好意を示しすぎないことが重要なんです。気持ちを確定しないことが重要なんです。つまり気持ちを確定しないことで相手に、つかみどころのないあなたを見せて、相手にドキドキ感を少しでも与えるということなんです。これは、恋愛心理学、ね、心理学の吊り橋効果というところから来ています。あなたも吊り橋効果というお話は一度は耳にしたと思います。この吊り橋効果とは、カナダの心理学者ダットンとアロン2名によって発表された、恋愛における相手を引きつける効果です。だからといって相手と今現状ね、吊り橋に行くっていうことは、無理ですから。別に吊り橋効果というのは吊り橋に行かなければいけないという意味ではないですよ。なので
他の部分ですね、あなたが今、相手とやり取りができる部分を使って少しでも相手にドキドキ感を持たせることが重要なんです。これが心理学に沿った基本的な相手を引きつける考え方です。相手を引きつける時の第一段階の成功のバロメーターですが、相手があなたに対してこの人、私、僕のことを何て思っているんだろう、〇〇くん、〇〇ちゃんって何を考えているんだろうと、こうなったら成功なんです。もっと分かりやすく言うと、なんとなく好意はあるような感じだけど、もう一歩踏み込んでこない、つかみどころがないと相手に感じさせる、それが重要です。つまり第一章、第二章では、相手の思い通りにならない状況を作り込んでいくことがあなたの立場を逆転させて相手から好きにさせるためにあなたがやらなくてはいけないポイントなんです。では本日はここまでです。次の第3章第4章は次回の動画でご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ではね、本日も立花の動画に最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。それと私はね、アメーバーブログで復縁の方法をバーッと書いてご紹介しています。動画よりもね、詳しいことがアメブロには載っていますので、どうぞ、アメブロの方もご覧になって、ご自分の復縁の成功の種にしてください。インターネットで立花復縁 と、検索していただければ、トップの方に、立花俊介のアメーバーブログが出てきますので、そこをクリックしてお読みください。では本日もありがとうございました。これにて失礼いたします。